玉井宏人は、北海道所郡サロマ町出身のプロ野球選手、宇藤右内。北海道日本ハムファイターズ所属。小学1年の時に、地元のサロマ町の少年野球チームで野球を始めた。高校は地元を離れ、旭川実業高等学校に進学し、成瀬せいと同級生になる。3年時に、夏の甲子園に出場したものの、登板機会はなかった。 高校卒業後、東京農業大学生物産業学部へ進学する。大学進学後は1年春から、北海道学生野球連盟の公式戦に出場した。同級生に、風、長連、1学年後輩に、井口和友、トイ、コシユ3学年後輩に、周東有景がいた。1年時の春季リーグ開幕戦の対北海道、教育大学函館高専で、 リーグ史上7人目、開幕戦では、史上初のノーヒットノーランを達成した。北海道6大学リーグでは1年春に最優秀、投手賞、ベストナイン、2年3年4年秋に最高主君選手、3年4年春に優秀投手賞。全日本大学野球選手権大会に2度、明治神宮野球大会に1度出場、全国大会通算で6試合に登板し1勝を上げ、 防御率2.93という成績を残した。大学時代もプロから注目されていたが、プロ死亡届は提出しなかった。大学卒業後、秘密共同火力に入社し、社会人野球の新日鉄住金和様サマジックに入団。1年目はリリーフとして活躍し、後に再び、チームメイトとなる加藤隆之と共に、日本選手権大会出場に貢献した。 加藤が抜けた2年目は主に先発を務め、第87回都市対抗野球大会に出場した、ものの請求力に苦しんで活躍できなかった。2016年のドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから8位指名を受け、入団。背番号は54に決まった。2017年、開幕を2軍で迎えたが、イースタンリーグでは主に先発要員として11試合に、 登板した時点で1勝を挙げるとともに、防御率1.62と好調だった。5月27日に初めて出場選手登録され、5月28日の対福岡ソフトバンクホークス戦でプロ初登板を果たす。6月2日の阪神タイガース戦では、1イニングを無失点に抑えると、その後、松本剛の適時2塁打で、チームが逆転したため、プロ初勝利を挙げた。 2018年は、ロングリリーフ要因として、当初開幕1軍入りして、安定した投球を続けて、次第に接戦での投板も増えた。連投による疲れから、防御率が悪化し、一時期に軍での調整を強いられたものの、前年の投板数を上回る40試合に、投板した。2019年は、自己最多の65試合に投板、防御率2.61の成績を残す。 2020年は8月8日の埼玉西部ライオンズ戦にて、プロ初セーブを記録。49試合に登板し4勝4敗1セーブ、防御率3.46でシーズンを終える。シーズン終了後の12月3日、右肘の手術を行ったことが発表された。ありがとうございます。